分収林とは、森林所有者、増林、保育を行う者、費用負担者の三者、またはいずれか二者で、分収林契約を結び、増林、保育した後伐採して、その収益を分け合う森林である。分収増林と、分収育林がある。増林地所有者、増林を行う者、費用負担者の三者、またはいずれか二者で、分収増林契約を結び、 その収益を分け合う森林である。国有林や事業においては、国以外のものが増林し、その収益を国及び増林者で分け合う森林である。生育途上の若い森林について、育林地所有者、育林を行う者、う者費用負担者の3者またはいずれか2社で、分収育林契約を結び、その収益を分け合う森林である。国有林や事業においては、 生育途上の若い森林について、国以外のものが育林費の一部を負担し、その収益を国及び費用負担者で分け合う森林である。費用負担者は緑のオーナーと呼ばれる。国有林や事業における文集育林の一般公募は1984年から開始されたが、1999年に休止している。緑のオーナー制度をめぐって、 出資者が林野町に対し訴訟を起こすケースが相次いでいる。江戸時代に社寺が所有していた自社寮の森林は明治時代初頭の常置令によって国有地化された。これら森林の中で林業経営を主眼としていた森林は引き続き寺社が管理を行うことで文集林化したものがあり、これらを社寺保管林と呼ぶ。社寺側の文集部合は 社寺川が植栽した森林で8、10、国が植林した森林で3、10、在来からの立ち際に3となっていた。社寺保管林を有していた寺社数は約300、面積は約2万6000ヘクタールに達した。神社では霧島神宮、寺院では高野さんが代表的な社寺保管林を有していた。これらは第二次世界大戦後、 政教分離原則により、宗教団体の国有財産の使用が禁止されたことから生産された。ありがとうございます。